さあ始まりましたトゥナイト 5! よいしょーいはい。はい、この番組は吉本沖縄に所属する芸人が月曜日から金曜までの23時から1時間お送りするラジオ番組となっております。はい。そして本日水曜日担当は吉本沖縄に所属しております。ピン芸人の知念隆史と。利根川ホプキンス又吉です。はい。二人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、い,ますいや今日はね。 はい、あのー、岩田君の方が、お休みということで。はい。そうです。うん。うん。うん。なんでお休みなんですかね。その流門町の、なんか、よく分かんないだろうから、あの、聞いてる人は。そうですね、うん。言っとった方がいいんじゃないですか。なんかね、ああ財布を。ああまあ、拾ったのかな。<laughs> 拾っ<た>財布を拾ってね。ああうん、交番に届けたみたいなんですよ。ああ,、はあ、あ、あ。おや、いいこと、いいこと。そしたらね、その警察の人がね。ああ 盗んだんじゃねえかみたいな。ことを言い出して、ちょっと。取ったろったこれ盗んだやつじゃねえな取ったろっていうことで、今、あの、監禁状態た<ー> <laughs> 岩田くんが。<laughs> そう。う捕まってんだ。そう、捕まってんのよ今、今。尋問されてんの。<laughs> そう、尋問。もう、きつもんっていうか。<laughs> き,つきつもんって何きつもんって。<laughs> なんか、あの、攻め立てられてる感じの説。 もう質問をね、されて。さあ、いけねえわっつって、そごめん、ちょっと休むわ、今日みたいな。いやいやいや、もう、それだったら、もう、うん、どうなんだろうな。早や、そう、ね、無事を、無事をな、とりあえず無事を、やっぱり祈ります。はい、祈ります。はい。じゃ、もう、本当の、本当のことは、あえて言いません。まあね。はい、本当に。忙しいみたいで、彼も。 そう忙しいみたいで、いいまああの実際、うん、まあ本当の理由といたしまして、うん、岩田くんはですね、すうん、一応ねまあ言ってきますとまあ舞台やってるんですよ。うん、岩田くんが、うん、僕の相劇の方をなんかやってるんですよね。そうですね、うんはい、やってましてそれの。うんうん 今日がそれの千秋楽といいますか3日間ありましてそれが最後の日で最終日だったんだ最終日で反省会とかもろもろちょっとありましてちょっと来れないということでああなるほど劇の方が3日間あったんだよ日間ありましたった行った行ったあった行ったんだ行ったよ あそ,うそりゃあ行ったよ今回もちょっと僕い,いけてないというか,い,っかいけてなかったんですけどい<ー>ってないんですけどそう、ね、ど,どんな感じなだったんですかえーっとね又吉、うん、から見てこの岩田の舞台というかいやーでもまあ詳しくはまた来週岩田が来た時にあれですけどもでもあのー、見た感想というか、ね、見た感想はほんとちゃんとしてるなっていう。うん <laughs> <laughs> まあちゃんとしてるなーっていう <laughs> それその浅いやつ <laughs> <そう> <laughs> ちょっとなんかもっとあるさ具体的にこここういうとここんな演出あったんだけどあれはなんか,さなんかすごいなと思ったとかああまあまあまあそう、ね、お話がすごい泣けたとかさなんかあるじゃんそうなのちゃんとしてるなってちゃんとしてた<笑><笑>、うん、ちゃんとしてたいいそれはちゃんとしてるじゃんそれは、うん、大体のもんはあのーうん とにかく <laughs> とにかくちゃんとしてて <うん S 1> まあの4人しか出てこないの,よそのあえ90分の間にあなんか岩田が言ってたな4人しか出てこなくてほ<う>んと岩田自体がもう主役というかう <ん S 1> もうずっと出ずっぱりの主役でで芸人さんの話なんだけどうんなんかそんそう。 なんかね YouTube でなんかいろんな変顔するみたいなそういう岩田の劇の PR 動画みたいなのかなまあそう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 岩田から LINE で送られてきてあったあった来たのよわざわざそれでまああれをまああの動画面白いよななんかななんか面白いよな あの動画を見てこういうことだったのかっていう感じはないけど別にあの PR 動画見てないけどまあでも PR 動画としてはいいのかなっていう感じでたばコ吸ったもんなああそうそうそう吸わないのに吸い慣れてないなと思いつつ見ててこいつ吸い慣れてないわ 普段吸ってないわと思ってそう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 いうの似合わないよなあれでまあ芸人さんの役でものすごくギャグやんのよおおおギャグすんのギャグしててで一応利根川ホプキンスといえば僕がギャグの役割みたいなところもちょっとあったんですけどこんなにギャグあったんだってびっくりしてえグ本ギャグ それいもそのだ台本上にあんのかな。多分こういうこういう役やってとか。あのー、見た感じどう<た>どうなの？そう。見た感じと言いますか、うん、僕あのー、一度持ちかけられてるというか。うん、か持ちかけられてる。あのなんか舞台で。 ちょっとギャグをやらないといけないから、ね、又吉のちょっと、あのー、いらないステイギャグを俺にくれないかっていう、うん、相談を一度されててだから、あのー、本ギャグだとは思う自分で作ったギャグを一応やってて、うん、まあそのおもしろいやつもあって新鮮だった言われたギャグすんだと思ってじゃそうそうしかもなんか<ー>その 要所要所にギャグを入れていくじゃなくてなんか本んにギャグやりまーすみたいな <laughs> 突発的なそ一応流れはあるけどなんかギャグやりまーすみたいな感じで叫んでギャグをやっていくみたいな感じをずっとやってて <laughs> ああそうだから新鮮ではあったへえー、そうそうそうなんか主役であんなねなやってるのも新鮮だしうん、うん、でまあその ギャグを見るのも新鮮で。なるほど、なるほど。劇役時代は普通に面白かった。あ、面白かった。九十分で四人でもすごいな。いや、そうそうそう。九十分で四人だったからね。ええ、その、ますます本人から聞きたいわ、それ。本人。本人からな。そうね。本。若い話も。 含そう細かい話を含めまあ来週ねぜひとも聞いてくださいお願いいたしますなんかね一個前の岩田の劇は見たんだよねそのああはいはいはい今回2回目じゃ出るのがそう2回目一個前のその一個前のドリーミンドリーミンっていうね舞台舞台見たんですけどその時に何かそのナンパをする2人の男がナンパをして面白い男がきっと引かれるから 一人ずつ面白いことをしていこうみたいなボケ合戦みたいなのあったので俺が見た日は一番最後の千秋楽だったわけねその時のそしたらその二人の男がボケやった後にまあこれで終わりなんですけどちょっと今回は特別にあの人にもやってもらいましょうみんなできますよせーの「岩田くん!」つっそしたら岩田くん全然出てないのに舞台の袖の方から「なんだよ!」って。 いやもうないよって出てくるわけそんな感じだそんな感じなもうなんだかなっていやあとかじゃんあとか介さんみたいなあと介さんみたいなもう本当言ってた言ってたなあつってあと介さんみたいなことを言ってたで出てきてまもちろんギャグやって受けててもうお客さんも受けててもう盛り上がってたわけよねその時にもうその受けたっていうなんか俺もやっぱ同同期としてはい なんかほっとしたっていうのもありつつ、うん、あこのチームに愛されてるなっていうか <laughs> ちゃんとコミュニケーションとかとって、ね、なんかねその,、うん、その稽古の時からボケやったりボケたりとかして笑かしたりして <laughs> チームともコミュニケーションって <laughs>、うん、なんか愛される存在になってんだなと思うといやまあそうじゃないのやっぱり、うん、ちゃんとしてた だから言いたいのはちゃんとしてたちゃんとしてるよねあの子ちゃんとしてるんだあいつちゃんとしてる結果うんそう俺も見に行ったけどねあれドリーミンドリーミーも見に行ったあもう2回か2回も全部見てるのか全部一応見ててもう大ファンですよ大ファン大ファン岩田の舞台の大ファンもう次はいつだとすぐ行ってくれって 登録なメメルルママガガいろメルマガあんのあれはねあれはすぐ登録する登録してすぐ情報もらうんだけどないからさあったらねあったらすぐ登録するけど登録すんのお前ぐらいじゃないとそんなそんないないないと思うけどないやもうみんなもするでしょきっと吉本の芸人ばっかりよ多分そうそうかも。 吉本の芸人にファンが多いから。いやいやいや、僕はいいっすね。そう。いい、よかった。ああ、なんだろうな。もう最近で言ったら、ありがあったかな。あ、まあ、そうだ。あれだ。今日の朝だ。どうした。W. B. C.。ああ、W. B. C.。W. B. C. ね。W. B. C.。あれも最高だな。あれは。あれも最高だな。 最高だったかアメリカとの試合でもう大接戦のせあ結果負けたっていうのはあるんですょ俺よく見てないんだけどあっ被告民やわ違う違うそんなことないでしょいやだなこういうのじゃあ違うなこういうやつってはは？オリンピックとかさやってもう始まってもう終わりそうなのにあれオリンピックって今やってんのとかいやいるけどいやいいやそれだよそれ。 いややってたのは知ってたよ俺はしらけるわでなんかあの連勝してたんでしょなんかなんでなんか連勝。してあ連勝？連勝してたんでしょなんかいろんなところにいやいろんなところで6連勝よ今までいやすごい準決勝だっけ今ベストフォーだっけでそのあのもう決勝に行くための試合を今日したんだけど もうすでにオランダとポエルトリコがやってポエルトリコがもう勝って決勝に進んでるわけ日本との試合の前にで今日の朝に日本がアメリカと準決勝があってそこ勝ったがあが決勝に行けるっていう試合だったじゃあもう負けたらもうダメなんだあもうダメダメリーグ戦と違うからもうトーナメントあじゃあじゃあダメじゃんじゃあダメじゃんでも一概にダメとか言わんでへへへいろいろあったからその。 ドラマドラマがあそうなのえ言ってもそのアメリカの先発の今日の先発のねピッチャーが去年アメリカのメジャーリーグで16勝してる選手なおおもう日本でいったらもう沢村賞とか取れるレベルですよああすごいまあすごいっていうかんとなくのイメージはある沢村賞よはあすごいねいやまあわかんないあれでしょあの。 解禁みたいなことですかはあなんかのよくよく頑張りましたみたいなよくここまできましたみたいな皆勤賞皆勤賞と同義、うん、もうあれだな<ん>木製バットに釘とか刺してからお前ぶん殴りたい <laughs> ヤンキーとかが持ってそうなん <laughs> 持ってそうだけど今まで見たことないやつ <laughs> 漫画でしか見たことない <laughs> <漫>ヤンキー漫画でしか見たことないやつそう あれでボン殴ってやりたいよ今じゃあやめてよお前後つくじゃんそこ後つくからさ痛いとかじゃなくて痛いとかじゃなくて後つくから後はつけないでよ後つかなかったい後つけないそこじゃない気もするけどなええまあでもよくあってもうすごいよくて AWBC じゃあもう次はあれ3位決定戦みたいな3位決定戦あんのかなないのか まあぶっちゃけ、うん、正直それにあんま俺興味ないっていうのはもう、うん、だってもう負けてるもんまあまあまあね負けたところのチーム同士が戦って3位決めますもうどうでもいいよお前 <laughs> 負けてんだろお前らって <laughs> いや,<う>いや,いやドラマがあるじゃんなんかいやドラマもクソもないよお前なんか3位、うん、で 今回は3位でしたけども、うん、次は優勝目指してみたいなそのその次の WBC で優勝できたらなんかまたそれこそドラマになるじゃん前4位で入賞もできなかった日本がまた優勝できましたみたいな <laughs> <laughs> ちょっとそれが今回だったんだよな <laughs> あはいはいあのまあ前回の大会で、うん、まあもう多分その時も準決勝で敗れてるのよ ほあそうなんだただその一個前二個前ね、うん、の WBC の大会ではもう優勝してるのあはいはいだか分かるでしょあのイチローがこのヒットを打ってはあはいそれは知ってるあ,あれですよあれでしょあの、うん、デイビッドソンなんでデ,デイビッドソン <laughs> あのあの世紀の大護身デイビッドソンは一回目かあデイビッドソンなんか最近なんかニュースで、うんうん、あれ世紀の大護神 デービッドソン引退って書いてあったけどそれはさ俺分からんそれは分からん俺 WBC ってそのイメージしかないんだよもう分からんもうちょっとだんまりだんまり決め込むなお前もうだんまりですやめてよだって分からんのに分からんこと言ってるからしゃべれないさ俺何がよいやいいじゃない分からんそういうのあったんだぐらいでいいじゃん わからんそういうの。急に喋るのはいいけど別に俺わからんよ。ズルだそれは。逃げないでよ。ちゃんと聞いてよ。聞いてよちゃんと。ええじゃ別にだ聞くよ聞く分にはいいけど全然いいけど。いやまあそうじゃそういうのもありましたよっていうデビッドさんの事件というかっていうのもありましたんでまあうんじゃなくてうんじゃなくてね。いやいやもうだからちょっとショックだなやっぱり。 <え>勝つと思ってたから、あまあでもなんか勝ちそうな雰囲気はしてたけど、なんか、うん、そうなんですよ。なんか強い強い。日本強いぞ。<laughs> <laughs> 強い強い。日本強いぞっていう<誰>。<laughs> <laughs> 聞いてたのそんな <laughs> ていうことを聞いてたんで誰が来てたお前あれやってたってボヨンボヨン岡本さんとか,とかが「日本勝った!」みたいな強いみたいなんかツイッターかなんかでツイッターかんかで言ってたから言ってたから,言ってたからあ今回強いんだと思って。 そしたら負けてるからさ気づいたら負けてたもん俺んかあんま見てなかったかいやでもやっぱゴリゴリのメジャーリーガーだったからねあの言った各球団で3番4番とかそのクリーンアップとか打ってるような選手ばっか揃えてたから素晴らしいというかもうホームランの数もじゃもう勝ちに来てたみたいな感じもう相当勝ちに来てるよおおそうな回 なんかそのアメリカとかって、うん、もう言ったら自分らの国でやってる野球の理由がもうメジャーリーグだから、うん、もう国内最強のリーグ国内というかもう国内でやってるリーグが世界で一番すごいリーグなわけじゃん、はいね、本気出したら余裕でぶっちぎりで勝ってるはずだけど、うん、なんか毎回力入れないというかあ、うんうん、なんかそういうメジャーならしいんだけど今回は。 なんか結構ゴリゴリのメジャーリーガーをボンボン放出してる勝ちに来てチームに入れて、うん、でしかもこの準決勝から今まで使ってなかったそのメジャーリーガー活躍してるメジャーリーガーたちをもう先発のピッチャー使ったりとか、うん、3番に入れたり4番に入れたりとか。なんか前あれなかったあの一ーとか日本メジャーリーガーは日本のチームで WBC 出すなみたいな。

いやそこまで俺広がらないけど WBC に関してそんなに分かんないう知らないから今回ねんかのそのまあっていう芸人さんが後輩のね後輩の太郎っていう芸人さんがちょっといましてそこにハイビスカスパーティーの千秋っていうのいてそしたら太郎が「松田さんあの WBC って知ってますよね?」って聞いてきて。 いや知ってるけど何みたいなちょっと俺にやにやしながらちょっと答えたのやえっ何当たり前じゃんみたいなそりゃ分かるよみたいな何聞いてんのみたいな半笑いで答えたんだけどなんかね千秋が WBC のこと知らないとえ存在をんか知らないらしくておいおい勘弁してくれよでネタで入れようと思ってるんですけどなんか 千秋が知らないことによって入れていいものかどうか迷いますみたいなおいおいそれはもう完全にアウトだよアカマショー <laughs> わざわざ野球用語で言わなくていいのこんな,こんなんいらないこんなんいらない <laughs> 別に入れてってもいいけどね、うん、セーフかアウトかも2<う>二塁だ 2> <laughs> とか, <laughs> なんかコメントが跳ねたら知らないなんてもう秋も 空ぶってるよ空わほんとに空ぶってもねインフィールドフライいや全然意味違うから。この時使う言葉じゃないからあそっかうん内野でフライ上がるからあの強制的にはもう上がった時点でアウトになるっていうあまあそうそうそうあ分かるそれ分かるそれかる。それ分かるででもいいパワープロとかやってたかもその知識がねあでででんその千秋がそうそう知らないっていうことでうん それでネ,ネタに入れ込むの困るみたいなちょっと話をちょっと太郎がしててそのネタっていうのはハイウスカスパーティーのネタに入れるってこと、あのー、太郎ちゃんの太郎のネタに入れようと思ってるんですけど女性が女性が知らないのかなっていうそんなに<ー>、うん、やっぱ男性はまあ野球好きだからまあ見てるけど。 野球女の人でも好きな人いるまあうでしょ、うん、単純にあれか千秋ちゃんがあれなのか、うん、ちょっとあの興味がなさすぎたっていう感じなのかな千秋あんまなんかスポーツ興味なさそうだもんな <laughs> まあそうだな、うん、あんまりね <laughs> スポーツもしてなさそうだしな,な,ん,か、うん、なんかしてないとか言ってたな、うん、なんか学生時代部活とかやってたみたいなうん ああやってないですつって、うん、ああつって終わった気分があるん <laughs> そこも全然広がらず大体、うん、な,いいなんか学生の時スポーツやってたっんか結構そこから2三3 0分続くじゃんまあそうね「うん、僕なかこんなんやってました」とか「えマジでじゃあうまいの?うん」みたいな、うん「学生の時どんぐらい、うん、ね大会とかどこまで行った?」とかいやでもそんなっすよマジでみたいなになるじゃん <laughs> 本来はね、うん、やってないっていうから。うん あフルハウスみたい <laughs> いやまあなるけど <laughs> がっかりした時ねフルハウスの <laughs> そうそうあんな感じになっちゃって、うん、そっか知らない人が多いか、うん、そうなのかななんか、ね、知らない人の方が、うん、どうですかね皆さん閲覧の4人の方は <laughs> そうだあ5人に増えましたけども 5, 5人の方は、まあ、WBC 見てましたか皆さんうん、うん、逆にあの時間帯とかさ あのっていうかその野球早かったよね早かったまん本は8時からだったんだけど雨で結構延期っていうか時間があとから始まっちゃってああなるほどうん何をするんですかねそういう時にまあ朝朝早さん今日は夜勤だいって10分だけ「こんばんは」と「あこんばんは」ですねじゃ夜勤っていうことはあれか寝てんのかあまあそっか 朝は寝てんのかなやっぱうん、うん、寝たいですよ<ん> <laughs> <laughs> やっぱ朝は寝たい寝たい寝たいですからね、えーうん、皆さん WBC よりもやっぱり寝ることが大事だから <laughs> うんいやでも結構、ね、寝るまあ、ね でもね俺あんま寝ない人かもどっちかといえばああさんまさんタイプさんまさんタイプよえなんじゃ誰かとずっとこの喋ったりとかしてるってこといや雑談は苦手いやお前さんまさんタイプじゃないよお前全然違うよお前最くらねくらいやよ。垢やお前寝垢ではないじゃん嘘じゃんまあまあまあ大体階段いるじゃんお前ハッピーに入るって階段とかいるじゃん じめじめしたとこね <laughs> そう <laughs> 薄暗いとこいいんじゃん <laughs> まあまあそうだけどいや同じじゃんそうそう <laughs> いや俺は別にその最初からそうこう「そういう人です」って言うから俺ああじゃあ嘘ついたら俺が悪いってことねそうそうごめんなさい <laughs> い,いいのよそんなの <laughs> そうそうそんなのごめんい、ね、<laughs> そんなのはねいいの本当にあのねうん寝る時間とかってさ8時間9時間、うん やっぱあるわけじゃない最あの平均睡眠時間でまあそうね,、うん、ね思ったんだけど、うん、その人生において、うん、最も無駄な時間って何なのかなと思ったら、うん、やっぱり寝る時間は無駄っちゃ無駄というか、うん、でも寝ないといけんからしょうがなく眠ってるっていう感じで俺ああまあまあまあねでまあそれは眠る時間は正直しょうがないからうん まあ、俺も寝るし、うん、いっぱい寝るし俺だって <laughs> <laughs> まあまあまあね、うん、それはもう削れないというかもうしょうがないなと思うんだけど、うん、じゃあ次に何が時間が一番無駄なのかなと思った時に<う>移動の時間なんじゃないかなって思うわけおおまあそうかなうん移動する時間ってめっちゃ無駄だなと思わん まあでもその時間短縮できたら他にいっぱいできることあるのにいやそれはあるよやっぱある、うん、そうね今,今日も、うん、ここ原付きで1時間かけてきましたけどもそうでしょ 1>,、うん、1時間あったらもう,もう全然なん何でもできるじゃん 1> ね1時間かけて大体のこと大体のことできるよそう,そう <laughs> いやでも家とかにいたらお風呂入って歯磨いてもう布団して眠る準備とかにもう1時間もかからんじゃんトータルでまあそうだね、うん、でも移動でも1時間やっぱその時間使っちゃうわけよ、うん、まあそうだねだから無駄なのかなとも思うんですよいや無駄だけどさこれも睡眠と同じでさ、うん、しょうがなくないそれはそれは。<laughs> しょうがないもうしょうがないって言うとあれだけどもそうね何だったら削れんのかな削りたいよねでも削りたい何かしらそう生活リズムの一部削って有効活用したい俺はそうだって思ったって思ったよ知念まあ移動はねまああれですけどももんさんがお休みとお休みお休みですよお休み 5人に増えたのはモンチッチ,、ね、チさんですね。人数少ないからすぐ分かるなそうそうそうね。うねうん、削るとしたら、うん、なんだろう。そうね俺の場合はあれよ。酒。酒そうあれ俺お家で、うん、一人でお酒を飲んだりする。 あその時間というかうもう短縮できればだいぶ8時間ぐらい短縮、うん、<laughs> <laughs> いやどんだけ酒飲んでんの8時間八時間もう24時間のうちを8時間ごっそり酒で当ててるからだからさ そこがな、うん、なくなればぬんじゃないお前死ぬんじゃない, <laughs> いやそうあのー、<っ>休館日を作らないといけなくてやばいでしょ8時間はいや8時間はねやっぱま、うん、あ,ゃあか、うん、まあな一時間全部減らすのあれだから、うん、半分のまずは4時間くらいから <laughs> まあそうね、うん、で一応そのなんだろうあの

ちょあ俺はあの眠る前に、うん、フェイスブック開いてあの同級生のフェイスブックに入るわけほ<う>そしてその,とその同級生の友達のとこ見て、うん、入ってから、うん、たくさん友達がいるとこのやつに入るわけねあ、はい、そしたらバーって見てたら、うん、俺の高校とか中学校小学校の時の同級生たちがやっぱ出てくるわけよたまに。うんはい そいつのとこに入って今あいつ何してんのかなって入るっていうのを見るっていうのがわかるかなこれいやでもわかるわかるわかるちょっと思い切ったんだけど俺何に検索のところで昔好きだった女子検索今何してんのかなっあらららあるよね そ意外と、ほぼほぼロックかかってんのよ。あ、マジでそう、俺の場合はね。俺ね、去年ぐらいそれ見てから、結婚して子供いたわけ。付き合ってもないのには、はぁ、なんかなぁ、って。寂しいなぁ、って。元カノでも何でもないくせに。なんか寂しいよ、とか言うわけ。なんか、ま でもまあ、今が幸せだったらいいかみたいな感じでもちょっと思うし別に付き合ってもないけど。なぜか上目線でな。そうそうそう。そうそう。そうなんだよな。その時間眠れって思うけどな。いや、本当そよ。本当そう。本当よ。これが無駄よ。多分これが無駄なのよ。この Facebook を。か。友達をサーフィンするっていうね。やってしまうんだよ、どうしても。やってしまうな。わかるでしょ。わかる。 多分ね今日もやりますよ。寝る前に。これで結構時間取るしね。1時間ぐらいやってて気づいたら。えもうこんな時間やばいやばいやばいって。寝ないと寝ない。全然寝ないと寝ないと寝ないと寝ちゃったあるしね。あるからな。ほに。ダメだな。時間経つの早いのよ。本当だよなそうなんだ。いったん CM いきましょう。CM です。どうぞ。 ね、まだやってるんですかね。うん、まだやってるっていうのは。うん。まだツイキャス。三十<れ>分か。漫画のやつ、や、やるでしょう。はい。え、ます。大体三、お、ちょうど三十分。綺麗な。 はいえー、引き続き水曜ツナイト5をお送りしたいと思います。はい。じゃあ,、まあ、いつもやってるあのコーナーいきましょうかね。はい。じゃあ、漫画のセリフで当てないと、はい、よいしょよしょはい。このコーナーは<お>、えー、漫画のあるセリフを言って、<お>えー、そのセリフは漫画が何の漫画なのか、漫画のタイトルを当てるというクイズコーナーですけども、はい、今回は僕が考えてきました。ほっ。 どうですまあいつものように3問用意してきたんですけどはいどうしますかもうちょっとねそうだな、うん、当たるかな今回はいやー当てますよ自信ある自信あります <laughs> <laughs> あると言っても過言ではありません本当ですか嘘です嘘かい <laughs> シンプルだねシンプルだねシンプル い当てますよ早速いきましょうか皆さんもじゃあ分かったらもうどんどんやってってくださいねうんただもう調べるの禁止ですよ皆さんそうですよネットでやったらもう一発出ますからそうですよもうコーナーが破綻します破綻するからそういうことじゃないですからそうですよじゃあいきましょう一つ目の漫画ですこちらですお前自身ののが出会うもすすべてを敵にるこれですね うん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 お前自体の殺気がお前自身の殺気が出会うものすべてを敵にするってほううかるかもなこれかなはいあたフな格闘漫画のタフ格闘漫画のタフ面白いよねあれいや面白いねあれあの親子のやつだよねあそう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  確かに出てきそうだよねタフっていまだに続いてるんだっけあれ続いてるんじゃない結構シリーズあるよねうんいっぱいじゃどんどんいきますじゃあはいまたよし修羅の門残念修羅の門ねはいじゃあ続いてはいまたよし修羅の時残念違うかええっ 出会うものすべてを敵にする出会うものすべてを敵にするシュラの滝って何シュラの時シュラの時シュラの門が終わってからやったのかなあ、シュラの門シリーズみたいななるほどお前自身のさっきが出会うものすべてを敵にするええ、なんだろう言いそうっちゃ言いそうだよねこの漫画に きそうというかほうじゃあもうほんとに狙いどころは別に間違ってはない間違ってはいないもうほんとにシンプルに考えてもいいと思うああなるほどなんかこういうセリフ言っときながら「角度漫画じゃありません」とかうんではないのではないまあほんとに言いそうな漫画ではあるうん全然なるほど分かったはいまずよし「動物の森」残念動物の森で聞いたことある <laughs> あれなんかねあのガッシュベル書いてる人がさ書いてるなんかど動物たちの生死を描いたやつあるじゃないあれだったらなんか出てきそうかなっていう俺はねあの動物の森ま漫画読んだことないんだけどその動物の森っていうワードをパンって聞いた時になんかその。 シルバニアファミリー的なかそうあれを思い出すんだよな動物の森だったか動物の国動物の森だよいやいや俺ちょっと分かんないですけどそれはじゃあそうねじゃあ2つ目のセリフ言っとくじゃあ言っときますかじゃいきます二つ目のセリフはい強くなりたいではなく強くありたいっていうねえこれはもうなんか聞いたことあるけどなうん ああるおうんある気するもうじゃあその思ったやつもこいやでもあ一応あるけど、うん、まあととりあえずこれではないなっていうのはとりあえずまあ消去法で消したい,てい,いああいいですよはいどうぞグラップラーばきあ残念 <laughs> はいまたよしばき残念ハンマーばき残念 バキドもう黙れ、お前は。<laughs> バキの時点で当たりだったら当たるよ。<laughs> じゃあ、四つあるからでか。だシリーズごとの。いやいや4つあるから。う違うよ、お前。バキだったらもうバキで正解出すから、ああ、そっか。ああ<う>バキでありません。バキドでしたとかないこんな細かいの。違うか。まあでも確かにバキで言ってたよ。うん。うん。なんか、親父より。なんか あのだからその漫画のセリフであるっていうよりはなんかその漫画の,その一番最初のタイトルみたいなところでそのセリフがあった気がするなバッキーではなんか強さっていうのは強くなるものではなくあるものだから強くなりたいって言った時点で。 自分が弱いと認めた証拠だみたいなことを、ばっと書いてて。ね、なるほど。うん、思う、人生のた、糧にしてるんだ。俺、それ。バイブルにしてる。バイブリ聖書。聖書って呼ぶな。あれをさ。ゴキブリダッシュとかね。あれけど。そうね、なんだろう。格闘系?。格闘系っちゃっけだな。ええ、そうね。ただ、もう、直接的な格闘ではない。そんな、なんか殴ったりとか、そんな。 なだっけ2二つ目のセリフ強くなりたいではなく強くありたいと強くありたい、うん、なるほど、うん、えー、これはいどうぞドラゴンボールあー残念違うかそうねまあある,あるよなそうありそうだな,なんかねあの、うん、ちょっと、ね、格闘は入ってるけどなんかコメディーも入ってるみたいな ああっていう感じなのかなと思ってコメディ要素は初め変だった今なコメディ要素はコメディ要素は入ってないですねほうえドラゴンボール系ではないなああそうなんだじゃ最後のセリフ聞いとく教えてくださいじゃあ3つ目のセリフです天下無双とはただの言葉じゃえああ分かんないか ええー、天下無双とはただの言葉じゃんもう<え>天下無双を目指してんのよおおはいこの漫画の主人公はえなるほどこれかはいどうぞキングダムあー残念でもまあそういうあの言ったらそっちの方だよねうんうんなんかねそうねえー 何だろう格闘ってよりは、まあ、武器で戦うというかとりあえずこれ言っといていいあいいですよ <laughs> はいどうぞ「ゼンマイ侍」なんかそれはい <laughs> なかったっけ <laughs> ゼンマイ侍 <laughs>、うん、なんか NHK ぐらいで<笑><笑>ちょっと分かんないなこれ <laughs> それん何だ,、えー、だろう刀で戦います よねの天下無双目指すのよあれえっとねなんだっけタイトルが出てないかなタイトルねなんかあの主人公の名前まで言ってやろうかようか宮本武蔵はいどうぞ違うわ違うわ 出てるじゃん。思わず俺正解って言おうとしたわ。ない、ない。バキドウ出てるけど。出てるでしょ、バキドウ。主役ではないじゃん、バキドウ。あ、まあそうもうバキドだから、バキじゃん、主人公。名前がね、多分、あれ、ええスラムダンクかああ、そう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 。なんだっけあの、え だっ,っけなえーとねうんええー、あれだはいどうぞカメレオンああ違うな出た名前じゃなかったあのねあの有名なスーパー面白ピン芸人さんいるじゃないですかコントする全国で活動するあのピン芸人うんカタカナ5文字のほう、うん、あの人の名前に近いっていうかもうほぼほぼあの人の名前がピン芸人うん あの DVD とか持ってるまたエさんがあああれだうん分かったはいどうぞルシファーよしょ違うわ誰が誰がキャンタマンクラッカーとかやる人やお前ルシファーさんの DVD 持ってないだろいやそうだ持ってだよじゃあこれはいバカボンド正解素晴らしいバカボンドかそうそうそうああ 読んだことはな,かったないないかちょっと難しかったかな最初にしてはいやでも一応宮本武蔵とかなんかその、うん、が出てくるっていうのは一応イメージとして、うん、あるんだけど,ど,ど、うん、本編を読んだことはないな <laughs> ルシファー吉岡言ってたもんな最終的に <laughs> <laughs> ルシファーさんかあのー、うん。 バカリズム悩んんだだけどどっちかなどっちかだったんだけどルシファーさんを選んで外した2択外したな2択外してしまったもったいないそれはああそうじゃあ次で取り返そうじゃあもちろん2つ目の漫画のセリフいきましょうお願いしますえたぞえこれです最近は日に 26箱に増えたぞと増えたぞうんこれもう大ヒントといたしましては、うん、26箱っていうのはタバコですほうたばうんなるほど、えー、26箱に増えた語尾もちょっとあれだよね<ー>なんかちょっとなんか変わった <laughs> どっちかっていうと真面目って俺はればャ逆路線の ほう漫画ではありますじゃあいきますはいどうぞピューージャガーああいい線いってるよおお<ー>、うん、だいぶえいね2問目はもう結構ポンポン当ててほしいではあるなまあそうね当てたいけどねもう思い切って2つ目のセリフいってみるじゃあこれだけいっといていいあいいよいよはいどうぞバキド <laughs> 違うわ <laughs> バキド好きだな、お前。なんでバキドの方なの <laughs> <laughs> いろいろシリーズある中で。いや、バキ、最新。最新シリーズ。最新だからさ。いや宮本武蔵がか出てきてね。もうチャンピオン読めよ、お前は。<laughs> チャンピオンを。いやじゃあもう二つ目、お願いします。二つ目のセリフ。はい。夏休み終了。夏休み終了。うん。 え、あれかなあじゃあいきますうんはいまだよし暗殺教室うん <laughs> 残念あー違うかーああ、まあ、結構有名なシーンではあるこれ<う>夏休み終了っていうのは夏休み終了さっきの26箱っていうのは、うん、主人公ではない主人公の家族の一人ほううん <え>っていうかもう言いますお父さんです主人公のお父さんお父さんが26箱に増えたぞと26箱に増えたぞうんと申しておりますうんはい父親がね、うん、えーなんだろう1日26箱うんうわめっちゃ吸うじゃんそうヘビースモーカー <laughs> めっちゃ吸ううん多分早死にします <laughs> ただ漫画自体がとってもふざけてる漫画なのでああ<ー>、うん、そうねじゃあこれかなはいまだしえ残、ー、念泣くよウグイス, <laughs> <laughs> グイスそういうのもあるんだねうんそう泣くよウグイスあの「うん、喧嘩商売」っていうあ、はいはい、漫画を書いてた人が、うん、は最初ら辺に書いてたやつかな うん、2>, 2つ目か2つ目ぐらいで書いてたやつのやつですうんじゃあじゃあ,あ,<れ>あまだまだいくはいどうぞ幕張 <laughs> 残念あー残念か喧嘩商売を書いてた人が最初に書いたやつああ喧嘩商売うんなるほどねまだ何かあったりするそうねはいどうぞ 喧嘩商売だから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 いやだ,だからとヒントじゃないヒントじゃないからこれだ,だからヒントじゃないの<笑><笑> <laughs> これだからで考えなくていいのよな<あ>かな意味ないからこれ <laughs> 喧嘩商売についてのこは違いますまずそれから離れてほしいほううんもう3つ目のセリフああ3000円貸してちょ 三千円貸して蝶貸して蝶ですもう蝶って言ってますょ。<帳>うん3000貸してょ。うんあれかあいくはいどうぞあられちゃんあ残念えー、なんだろうめっちゃ見てますけども外の人がね、うん、あ でもツイキャスでなんか来てます。ああははは。これ一応言っておきます？これ一応言っておきますか。ああ全然いいですよ。じゃ行きますよ。はい。じゃ行きます。こんばんは遅れました。どっち言ってんだお前？どっち言ってんの？それじゃないだろお前。あそれじゃないの。その一個上のやつだ。あ上の方ね。あごめんなさい。はい。はい浦安鉄筋家族。正解。ああなるほど。ました。ああなるほどね。はい。あの一個目はあの主人公の えー、大鉄ほう、うん、お父さんうん近鉄のお父さん大鉄さんが、うん、もうめっちゃえねえタバコ吸うじゃんわ、うん、かる <laughs> ああんかそういうイメージな、うんだあと2つ目の夏休み終了って、うん、あの夏休み終了した瞬間に、うん、膝からボ,ボーンって崩れ落ちるやつわかるわかる <laughs> からん夏休み、うん、あの主人公のあの近鉄がむちゃくちゃ遊びまくるの もうずっと寝ないで遊びまくった結果夏休み終了の時に蓄積されたダメージが足にきてボーンってくずっていうしちなみに一個目最後のセリフというのは春巻先生貸して「ちょ」ってんか最後に「ちょ」ってつけるじゃんおかそういう意味でん浦安鉄筋家族ってさハンマー出かったあいたいた うえー、花ガキんガキみたいなやつよね花なんちゃら<ー>ガキかそう出てたよねうん出てる出てるそうだからまあバキドーム正解っちゃ正解,ゃ正解ではない<っ>含んでないから別にああそうなのね <laughs> 全然違うからうん あ、そっか。うん、わあ、でも、いい問題だな、でも。<laughs> いい問題ですよ。じゃ三つ目の漫画もあるんですけど。三つ目行きたい。結構ちょっと、えー、急ぎ気味でいきますそう,、ね、もう、ポンポンポンと。じゃ三つ目の漫画の、一つ目のセリフ、はい、いきます。はい、騒ぐな殺されるぞ交尾の邪魔されて怒らない生物なんていないだろえー、なんだあれか。あはい、どうぞ。二人エッチ。あははははは。 <laughs> 違いますいやそれでしょまんま捉えすぎええ <laughs> をそういうふうに捉えすぎえ <laughs> え違うのはいどうぞテラホーマーズああいい線いってるよいい線ーああやばいどうしよう二、えー、セリフ目いっとく二セリフ目いっちゃいますか二セリフ目はいです 怖いか人間よ己の非力を嘆くがいいおおほうだええうんじゃあちょっといっとくかあ行いくはいどうぞクロちゃんちゃんのねマシンガンのやつ左が左手がブーッそうそうそう集めてたけど残念です残念あ じゃあの違いますあれかあれしかないじゃん黒ちゃんあったなうんじゃあいくよ確かになあったなあったよね結構オタクとかの T シャツのこっちにあそう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 プリントされた T シャツ残念残念かええあったあったケロロ軍曹ケロロ軍曹読んだことあるけど集めはしない漫画な 立ち読みぐらいでいいやつ。うんうん、え、なんだろう、やばい、時間もない。これもう三つ目いったらは、もうかると思う。本当に?。うん。これも、でも、わかる。すぐ分かると思う。ああ、じゃあ、三つ目どうしよう?。いく?。じゃ、最後に、一つ、いっとくか。うん、あー、いっとく?。交尾ね。うん。まあ、交尾だけではないとは思うけど。<laughs> だいぶ交尾引っかかってんな。<laughs> <laughs> そうね、やっぱ。うん 人間の非力を嘆くがいい。うん。もう化け物ですよ、やっぱり。だから。え主人公の時は化け物です。はい、どうぞ。寄生獣。あー、もう残念。あー、マジか。じゃあちょっと、もう最後のせい。最後のせくします。はい。みんな、丸太は持ったな。行くぞうわー。<laughs> <laughs> <laughs> あー。<laughs> あれだ。うん。 あれだわ、多分分かるうんわかった、もう完全にあ、いけるうん。じゃあもう行きましょうかはいはいどうぞグラップだ、バッキ違います誰が丸太持つよ持つじゃん誰が持つよ、丸太あのなんかのスウェードとかスウェードとかあ、とかさ ぞ空手やってるやつが空手やってるやつが丸太持つなよああはいもうそれぞれ <laughs> はいじゃあもう最後は,はいどうぞ彼岸島正解彼岸島か丸,丸太といえば彼岸島ですがまあそうだそういうイメージ丸太持ってっからあれもなぜか丸太で戦うよななぜか不思議でしょうがないもっといいのあるはずなのっあだ丸太なんだよ <laughs> <太>ねみんなに持たすっていうね みんな持ったの、ね、み,み,みんなに丸太持とすんだから、うん。あんなにあるんだっつって。そうね。<laughs> 丸太自体。そうですね。えーはい、今日は結構いい、あの、最後まで気づかずにできたかなか。そうね。ちょっと悔しいですね。うんえー、ということで以上、えー、漫画のセリフでアテてナイトでした。CM でーす。 はい、えー、もうね、残りわずかですけども、なんか告知とか言ってきますか。はい、はいえー、4月の9日、まあえー、日曜日にですね単独ライブを開催いたしま,すんで、はい、ました、はい、第4回トネガー、利根川ホプキンス単独ライブ、えー、奥さん。 えー、半額シール貼りましょうかっていうタイトルですねまあ18時から前売り1000円でやってますんで、うん、岩田も僕もチケット持ってますんで、うん、皆さんぜひともお願いしますじゃあ今日の放送はピンゲーの千年しと富川ホプキンス又吉でしたまた来週も聞いてくださいさようならうありがとうございました